麻雀最強戦2020超攻撃型プロ決戦エイタク。麻雀最強戦に出るプロは言わずと知れた剛腕揃いだが、中でもさらにものすごい剛腕、超がつくほどの剛腕選手が集まったのがこの大会。選手間には忘れられない因縁があった。瀬戸熊と鈴木共に5年連続出場となった2015年のファイナル、くしくも両者は B 択で相まみえ、最後の最後まで決勝進出を争った。トップを独走する鈴木を瀬戸熊が瀬戸熊にしかできない上がりで追い詰め、両者上がりトップ条件でオーラスを迎えた。あんまり思い出せないというか、多分その時は一人反省会頭の中でしたと思うんですけど、点差が詰まれば太郎さんもプレッシャーかかるんで、そういった意味ではいい位置までつけたなと思いましたけど、局面的に1対1にできたことが、まあちょっと少しは時間稼ぎできたかなって感じでした。先にリーチを打ったのは鈴木、そしてその町数ワンをあんこにして追いかけた瀬戸熊。瀬戸熊さんとかなんかこう乗ってくるイメージがあるんで、瀬戸熊さんの積むたびに怖いし、自分の上がり牌じゃない牌を切るときも怖いしみたいな、もうドキドキが止まらないっていう感じでしたけど。4枚目の数ワンを引いた瀬戸熊は暗冠し、町を殺す。数ワン引けて暗冠できたのはまだなんか神様がもう一局って思ってんのかなとは思いましたけど、いやもう終わったかなくらいの気持ちはあったと思うんですけどね。まあでもまあ、チーバーがいればいいなっていう、もう勢い的にも瀬戸熊に分があると思われた。もう一つの町であるチーワンをつかみ万事休す。最後に笑ったのは鈴木だった。めちゃくちゃ嬉しかった。なんか嬉しい以外の表現方法がないというか、ほっとしたというか、ただやってて本当に楽しかったですね、あの時は。強者とめくり合えたことが楽しかったです。久しぶりに負けても納得っていうか、負けていい試合だったなって思えるのって自分の中でも50回に1回ぐらいなんで、敗れていい勝負だったなって思えたのは本当に久しぶりだったんで、まあやりきった感はありましたね。5年前の雪辱を瀬戸熊が果たすか、それともまたしても鈴木に軍配が上がるのか。同じ年の代表決定戦予選では猿川が前原を引きずり下ろすバイマンを炸裂させた。やっぱバイツも条件なので、やっぱりどっちにしても一発か裏ドラの不特定要素が入っちゃうかなとは思ったんですけど、まあ、道中でイシャンデになった時に、数万引いてのメンタンピンツもイペーコードラドラの一発裏条件はリーチしようと思ってたところがあるんですけど、まあ、直後に数万2枚切られたこともあって、まあ、そのテンパイは入らなかったんですけど、で、まあ、結果としてうまくいったなっていう感じでした。猿はねやっぱり道中確か僕にね飛び込んでんですよ。飛び込んでるから猿川君にはあまり逆転されるっていう印象はなかったですね。そして前原は檻の選択をした。中級程度の単品ドライティ、まあその程度だったら上がりにかけようかなと。で森下君が上がりに向かってたんで、それだったらかなり早い段階で檻の選択をして、前原さんのタイプとしては1回上がってより盤石にするのかなと思ったので、ちょっと意外に感じました。一方バイマンツモ条件という難題を突きつけられた猿川だったが、来るか、いったすげえすげえ4000-8000猿、あすごい。ドラアンコの一気通貫リーチを一発で積もり、前原をまくって決勝進出。猿川は同大会で優勝しファイナル進出を遂げた。ちっちゃくガッツポーズしてるのを誰かに言われて、そんなのしてるわけないと思ってみたら本当にしてて、人って嬉しいと無意識にするんだなって思ってちょっと恥ずかしかったですね、あれが残ってるのは。彼は彼らしくやったんで、とにかくおめでとうっていう気持ちが
すぐ言葉にしたと思うんですよね。で彼がねニコッと微笑んだのを覚えてます。今年は前原の倍返し、すなわち倍満の倍である役満返しが見たい。